パウツクプパウツクツクプツクプス。ホリエモンチャンネル。等級が高くても別に英語って A のあれって何だと思う？ A とか B とかの等級って。でかさ。脂肪分。脂肪分のじゃあ磨き具合でどれぐらいのサイズが残るかっていう。まあ、つまりうどまりなの。うどまりです。だから全然肉質関係ないよね。関係ないです。関係ないです。そういうことだ。じゃあ1頭の中からどれぐらいの肉が取れるかっていうぶどまりなんだ。え、じゃあそれが取れるのが少なければ少ない方がランクが上がるってこと？違う違う、逆逆逆逆逆逆だから脂肪分が、まあ、少なくて赤身が多い方が上がるのか。そうだから余計な脂肪が少ない方がランクが上がって、英語が一番そういう肉なんですか。だからか、この前なんか英語ってまあとでかく書いてる部分のところの2個食べたんですけど、うん、びっくりするぐらいまずくて。あ、そうそう、だから味関係ないから。そっか。でもこの10年で逆転したんですよ、本当に。赤身が逆に良かれって言って、昔は10年前はそれが良かったわけですよ。うん、でもね、違う、俺やってみて分かったんだけど、うん、その英語のあと BMS って知ってあの指標があるわけ。はい、BMS ね。BMS1 から12まであるんだけど、はい、確か。で、BMS っていうのは、ブレ、ね、ビーフマーブルインデックスのやつなんだよ。日本、ビーフマーブルスタンダードか。日本の企画ね。そうだよ。霜降り度合いってことか。そうそうそう、マーブルってのは霜降り の、 あの大理石のことをマーブルって言うじゃん。うん、あのだから大理石のような脂肪の入り方をしてるじゃん、霜降りって。その美しさ。BMS が12が一番最高なんだけど、BMS12 の和牛っていうのは、綺麗だね、この霜降りはっていう。だから英語も BMS も関係ないよ、味には。家畜ってのはとにかく餌で決まるから、ね、だからもう油をきれいにするために、とにかく油をきれいにつけるための飼料とかを買わせたりとかする。それでできるだけ安くしたいみたいなことをやったりするから、味は関係ないんだよな。その種類だと美味しいお肉にはならないんですね。だから俺たちはやっぱり結局生産者を限定しないとやばいということに気づき、ただし日本の場合はホルモンと精肉が別々だから、タンとかそのハラミとかも含めて、モツはそのこの牧場のモツとかって指定することはできないんだよね。ヘラダは舌が肥えたんじゃなくて、もともと肥えてるんですよ。この野郎はね、この野郎はね、言い方ひどい。昔からいいもの食ってるんですよ、実は。実はこの野郎は、ね、昔から肥えてるんですよ。そう。それでね、そのだから俺たちはその田中久幸さんっていうところの神戸ビーフとか尾崎牛とか尾崎牛の尾崎さんのところからとかしか取らないわけ。あとプライムミートが厳選した信州牛とか、信州牛も取ってるからっていうふうになると、やっぱ全然違うわけ。ステーキ券は海外進出しないのっていうコメントが来てます。はい、しないっすね。しないです。しないです。しないできないです。あ、できないの？できないっていうか、別にステーキ券でやらなくても、うんうん、焼肉やりたいんですよ、そしたらアメリカで。焼肉の方がいいですね、焼肉スタイル。じゃあ、まあ、結局のことはコリアンバーベキューになっちゃうんですけど、日本の焼肉で行きたくないですか、ステーキじゃなくて。どうですか？いやー、どうなんだろうな。でも、あの和牛マフィアのスタイルは海外行けるかな。まあ、行きますね、行きますね。やっぱその俺は思ったのは、何がポイントかなと思ったら、やっぱ和牛って希少性なんだよね。そうですね。うん。で、尾崎牛だって海外に行ってんの多分4、50頭だと思うんだよね。うん、いいでしょうね。あれ年間どのぐらいですか？数百頭しか出てないですよ、多分。だから要は日本で一番個人というか一つの牧場で、ね、単一ブランドで出してる牛としては一番多いんだけど、多いですよね。うん、でも数百頭だから 1,000 頭いってないと思うんだよ。出せないですよね。出せないですよね。いやでも出せばいいんじゃない。出せないんじゃないですか。いやだからもっと牧場たくさん作ればいいんだよ。そうですね。でそれでそうやって海外にその行く時にはそうやって希少性を出していくしかないんじゃない。もう俺は素材の味勝負の方が全然いいと思うし、はい、でそもそも味わかんないと思うんだよね、味の違い。そこまで、うん、
だからやっぱそこはストーリーで、ストーリーですね、うん、ストーリーで売ってくる。でもだってそもそもそれこそ別に彼がアメリカでもだから普通に和牛を作る人たちっていうのが増えてきてるんじゃないですか。いやだけどやっぱりその US 和牛とは種が違うよね。まあまあまあそうなんですけど、やっぱ違うよね。ワイン農家が日本酒作り始め出してきてるじゃないですか。ワイン農家とかそう、だから肉も当然その流れになるのかなと思う。そんな単純じゃないよ。その日本酒も作ってんだよ。日本酒そうですね。うん。想定外と想定内ね。うん、ああね。まだ飲んでないな。いやだってまだ出荷されてないもん。あれどんぐらい作ったんですか。20トン。はいはい。1トで10本。1升瓶10本。はいはい。4、5瓶だと25。はい、あ、しか作ってないですね。そうだよ。しかつっても、まあ、結構1000本ぐらいです。日本酒作ってみて思ったのは、日本酒はどこでも作れる。どこでもっていうのは、だからこれから絶対、今もうすでにできてるけど、ロンドンとかパリスとかニューヨークとかで地酒ができる、はいはい、うーん、それはお米が育てれれば。違う、お米は買ってくれへんだ。あ、それでいいんだ、うん、お米と水あれば作れるんだもん。そうですね。水質は昔はその水の改良が、あるいは水質をこう良くする装置がなかったから、はい、だから、うん、例えば兵庫県の灘とかに酒蔵が集中してたんだよ、うんうんうん、なんだけど今は浄水器があるから東京で酒作ってるんですもんね。うん、浄水器あれば全然作れんだもん。で、酵母ももうあるわけよ、はい、その農業試験場とかが培養してる協会酵母みたいなのとか、うん、あるわけ、うん、で、あと麹屋もあるし、はい、もやし屋さんね、であるし、乳酸菌も売ってるし、もうだから全部その細菌も売ってるわけで、米も買ってくれよ、うん、で精米してくれる会社もあるし、うん、だから そこででも作れるんだよ。そうっすね、そうっすね、うん、っていうことにみんな気づいて、みんな酒作り出した、はい、でお酒は設備投資です。だからあのいい設備を作れば作るほど手間がかかんなくなるんで、はい、味の作り方も科学だから、うん、もう今のだから30代とかの作り手はもうそういうのちゃんと醸造学科で学んで、はい、方程式が分かってるから、うん、でその中でチャレンジをする。木本の純米酒を作る1割だか9割だかみんな農大出身なんですよ。大阪作りしてきて、そうだよ、そう、今はもう本当みんな農大出身でちゃんと理論分かってるから、うん、だからそこに設備投資がついて、あとはマーケティングがうまければ売れちゃうわけですよね。そう、なんかシックスうまく売ってたりとか、うん、ああいうのとか。どっちかっていうと今マーケティングの世界に入ってきてる。入ってますよね、うん、いかに。だから俺大事なのは高く売ることだから、はいはい、うん、俺らあと最近寿司握ってるからね和牛の寿司握ってるからね。そうだった、うん、そうでしたね。江戸ちゃんの寿司握るからえ、そうなんですか。寿司職人からスタートしてる。あ、そうなんです。高校卒業して寿司屋の板前かって言ったんですけど、まあ今握れるか握れないかって言ったら言いたくないですよ、恥ずかしいから。でも普通にあれですか、お店で、はい、やれって言ったら、まあ、ちょっと1週間ぐらい時間欲しいですけど。へえ、うん、何年ぐらいされてたんですか。4年ぐらいです。28から22まで。あ、でも結構だよね。で、うん、いや相当握れると思うよ。握れなかったんですよ、うん、仕込みが難しいんだよ、寿司は。だからいいんです、肉。いやだから俺絶対ダメだなと思ったのは、もうそのトップのなんかわかんないけど、こう小肌の進行をなんか20枚重ねてみたいなのとか知ってるやつほとんどいないから、そこはいいの。なんか寿司の話になるとなんかねすぐ燃えてたじゃないですか、いろいろと。いやでもおっしゃる通りだなと思ってて、うん、あんなことやってたら僕らの時代が最後なんですよ。寿司屋の板前になりたいって言って、うんうん、
もう超絶ブラックで働かなきゃいけないわけじゃないですか。一日それこそ20時間ぐらい働いて仕事を教わったわけですよ。20時間多いですけど18時間ですよね。そんなんだったんですか。だってでも仕事覚えさせてくれないんですもん。でももう当時はそういう若者がいたんですけど、今いないんですよそんな。うん、だからいないっすよね、うん、やりたくないですよそんな。いやで寿司屋なんか中居さん的な女の子のバイトの募集すら人来ないって。ああそこは、まあ、まあまあそう。でも中居さんみたいな仕事は中居さんにやってくれればいいのに、それを最初昔は若い衆って言われる子たちにやらせるわけじゃないですか。お茶組何年とか本当の世界ですよ、あれ。手前が何年とか、うん、だってそんなことやってもね、やってもねえじゃないですか。やってもねえだよ。ですよね、うん、いやもう本当やってもねえだよ。だから俺はなんかまあ仕事がしてある寿司は俺は好きだけど、はい、けど、うん、まああんまり求められてないよねっていう、全体的に言うと、はい、だったらもう山行きからマグロを仕入れられますとか、うん、とかの方が全然価値が高いと。そう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 、わかりますわかりますね。わかります。今でも30代のイケてる寿司屋の人たちが今もう30代じゃないですか、うん、彼ら気づいてて、うん、若い子たちをもう厳しく折檻するんじゃなくて、もうお友達みたいな感じで、うん、今の20代のこれから修行する子たちを扱ってるんで、もうそう分かってるんでしょうね、うん、はい、なんか神経締めした、はい、あの、うん、なんか五島列島の、うん、なんとかみたいな、カンパチとか、そういうのを知ってることの方が大事で、でも神経締めの対象と仲良くなって定期的に送ってもらうようにしておけばいいわけ、うん、絶対うまいから、うん、絶対うまいから、うん、素材がもうね、素材がうまいから、だからそれを知ってることの方が大事で、で俺はもっと言うと極論すると、俺が寿司屋の大将だったら、うん、料理学校を出た、うん、あの主義が非常にうまいやつを雇って、はいはい、そいつに全部仕込みをさせて、うん、俺はなんかこうやって車両とか絶対車両出た、そうそうそう親方がみたいな、もうそれ寿司職人になりますねいやでもでも、まあ、そうっすよね、でもそういう役割分担だよね、うん、はい、まあ、趣味でやってる力なんですけども、本当ね、告知してないんで、別に来てもらわなくて大丈夫なんですけど、もし興味があったら来てくださいって感じのゆるい営業してますんで、ぜひチカちゃんの方に会いに来てください。よろしくお願いします。そしてシアトル、シアトルで丁寧ってお店やってますから、イチローさんちょっと出れなくなっちゃいましたけども、うん、シアトルに来た際は、今だいぶシアトルでも上から検索されて5番目ぐらいに上がってきてるぐらいに、ーラーメンのカテゴリーで入ってきてるので、ぜひ丁寧に来て、アマゾン GO から丁寧に来ていただけたらと思いますどうもよろしくお願いします、はい、ぜひ皆さんシアトルに行った際はですね、丁寧に来てみてください。ね、ということで、じゃあ終わってきましたか。すごいラーメン部門で、はい、はい、ということで、じゃあ本日は以上となりますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日はここまで。今回はマグマグ企画対談、井戸みのるさんにお話を伺いました。飲食ビジネスの真実をたっぷり語っています。今回の対談を全編ご覧になりたい方は、井戸みのるさんのメールマガジン、ロードサイドのハイエナ、井戸みのるのブラックメルマガ、または堀江貴文のブログでは言えない話で対談記事を配信いたします。また動画では堀江貴文のフレッシュチャンネルにて全編ご覧になれますので、そちらで最後までお楽しみください。さて次回はどんなゲストがいらっしゃるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容ウェブに頼ったページは